る。東方攻略指揮官？黙って私に合わせとけばいいやる。なんか知らない、助けを求められても知らない。カルカタハです。そろそろいいですか。よろず屋さんって一体何をしている仕事なんですか。タコ殴りにするパトリオットミサイル。それパトリオットじゃなくてもいいだろ。いや、えらくハードボイルドだよ。何この子。俺もあんたらみてえな大人にならねえ。あんな子供によろず屋の凄さはまだ理解できませんよ。わかんねえだろ。そりゃそうだ、俺もわかんねえもん。あんな使い方もあるあるな。いい加減にせんか。じゃあ説明しよう。これがあれだとするなら、これをあれするとここに。パトリオット何すここに使ってんだ。俺だって好きでパトリオットなんてやってるわけじゃねえんだよ。おい、ありがとう。あの、すいません。子供たちに大切なことを教えるのも大人の仕事でしょ。なんだこれ。良い子のみんな。みんなは世界中の子供たちの中から。待って、サルトビ。それは私の客人だ。帰っていいってさ。帰り道気をつけてね。棒です。なんで諦めたんだ。これら3つの部品をジャックインさせることで。工場長、パトリオットの部品あんじゃねえか。んなこといいから早く組み立てろ。なんで作る過程でパトリオット使ってんの。この工程を3度繰り返します。工場長の完成です。全く変わってねえじゃねえか。爆乱に着替えさせられたぞ。私たち信じてるから。こちらなら日本一の工場長になれるって。お前ならバカにしやがって。お前もトイレットペーパーを尻引き込みと揶揄するか。工事どういうこと。まだ話は終わってないぞ。おい待て工事。工場長、何を考えているんですか。そんな商品が本当に売れるとでも。それがパトリオット。パトリオット工場長。工場長、助けてあげて。脅かとったって無駄だよ。おい、鬼ごっこやろうぜ。うわー、紫金に侵されるわー。早いぞ。お前たちはお前で作らなくていい。メガネてめえ。おい、もう勘弁してくれよ。ケンさんの頭見たくストイックな。本当だ、プリプリデカプリコだ。あ、それどこの大人の声だ。次にこの椅子に座ってできるだけ股を開け。うわあ、ヌメヌメのせいでとてもないスピードが。みんな逃げた。ま、待って。見てあれ、人が浮いてるよ。どうしてもすると理由なのにマン。あ、そっちのマンって。誰がロバート・ゼプテキスだ。間違いました。ジルベスタ。なるほど、確かに誤解だ。俺たちは監視員として見回りをしてただけであって。黙れ。ごめんなさい、キューちゃん。私が無理やりこんなところ連れてきたばかりに。聞いた、手っ取り早いわ。誤解だって言ってんだろ。答えた、俺の出番です。そんな作戦立てた覚えはない。やったわ、キューちゃん、ついに取った。取ったのほとんどアホどもの貸し切り状態になっちまったんだ。よかったんだ。幸い奴らは頑丈だから、ほっといても大丈夫だし。俺たちのパラダイスなんだから。イエッー。ねえんだったら3秒以内にてめえらがパンツを脱げ。一緒に行け。将軍家は代々睡蓮の時も。ちょっと待って。翔ちゃんでいい、よろしく頼む。バカンスしてる魔の海域、バカミューダトライアングルなんだよ。ねえ、なんとかバカどもフォローして将軍に楽しんで帰ってもらうしかねえだろ。仕方ないな、仲間に入れてあげますか。おたれさん可愛いわね。いるいる。本当に大丈夫なの。こうなったらあっちも確かめないと。すいません、海パン履いてる。なんだ、ちゃんと持ってるんじゃないですか。あれ、あの、絶対ボートから降ろさないでね。ポロリだー。やる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 。
うぞ、ボス持ってこい。感づきやがったか。長谷川さんがただの絶海の孤島に流れ着いた漂流者になってんだろうが。忘れてるかい。ぬしらとぼけても無駄じゃぞ。顔に書いてありんす。将軍かよ。あのすいません、翔ちゃん。冒険号かよ。ああやって僕たちの冒険心をくすぐって。はじめ。おい、何勝手に始めてんだ。冗談じゃねえ。ね、ポロルよポロル。上げて、パンツ上に上げて、翔ちゃん。女たちの